ジョン・ハートリーはイングランドシュロップ・シャー軍出身の男子テニス選手。フルゲームはジョン・ソーニクロフト・ハートリーという。彼は教会の聖職者であったことからテニス文献にもレブジョン・ソーニクロフト・ハートリーと記載されている。ウィンブルドン選手権第3回第4回優勝者。グランドスラムで初の連覇2度の優勝を果たした選手である。ジョン・ハートリーは若い頃、 1869年にオックスフォード大学ラケット選手権で優勝し、翌1870年に同大学のテニス選手権で優勝したことがある。1872年から1874年までは教会牧師の補佐を務め、1874年から司教代理になった。世界最古のテニストーナメントであるウィンブルドン選手権は1877年に 1> 第1回大会が行われた。第2回大会以後はチャレンジラウンドからオールカマーズファイナルへの流れで優勝者を決定した。司教代理だったハートリーは1879年に第3回大会の男子シングルス優勝者になった。土曜日に CG ヒースコートとの準々決勝に勝った後、当時30歳の司教代理は日曜日のミソの仕事をするため、 ヨークシャーの北にあった自分の境界区に戻り、月曜日の朝にウィンブルドンの会場に戻った。ギリギリで準決勝の試合開始時間に間に合った。彼は、その試合に勝って、決勝戦に進んだ。決勝戦の相手は、アイルランドのビアーセントレジャーグールドであった。ハートリーはグールドを6から2、6から4、6から2で破って、チャレンジラウンドを制したが、大会前年優勝者。 フランクハドが出場しなかったため、オールカマーズファイナルがなくなり、ハートリーが第3回大会の優勝者になった。1880年の第4回大会では、ハートリーは前年優勝者として、チャレンジラウンドの勝者を待ち、オールカマーズファイナルで、ハーバート・ロー・フォードを6から3、6から2、2から6、6から3で破って2連覇を果たした。しかし、 1881年のオールカマーズファイナルで、ハートリーは、ウィリアム連勝からわずか2ゲームしか奪えずに0から6、1から6、1から6で完敗した。2年後の1883年には、2回戦で、ハーバート・ウィルバー・フォースに6から4、5から6、2から6、4から6の早期敗退を起死してしまう。この試合を最後に、ハートリーは、ウィンブルドン選手権から退き、以後は、 境界牧師の仕事に専念した。1926年にウィンブルドン選手権の創設50周年式典が催され、ハートリーは歴代優勝者の一人として記念メダルを授与された。1935年8月21日、ジョン・ハートリーはイングランド・ヨークシャーのネアズバラで86年の生涯を閉じた。ありがとうございます。